こら辺に逃げたんだよな。どこだ。どこさ隠れだ。あれ、いや遠くには行ってないはずなんだよな。流された。いや流されてない。どこ行った。マジか。でもリッチはちょっと回収不能ですね。マジか。かけときゃよかった。ああ、なんとか。よかった。半夜だったの回収できたよ。冷てえ。すげえ。川。冷てえよ。お前なんだ。うか。さようなら。玉返し。あった、玉あった。風冷て、足凍る。玉あった。よし、オッケー。さあ帰ろう。よかった、よかった。ふぅ、やっと回収できました。いや、いきなりね、確か多分打ったところはね映ってないんですけども、あのいないだろうなと思って、大川の、川のね大きいところちょっと歩いてた橋本にいまして、3発で、3羽取ったんですけども、いかんせんね落としたところが川の中、ギャフ使う前に流れ速い川なんで、どん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 流されてて、もうしょうがないということで、あのここびっしゃびしゃです、濡れてます。でいつもだったら車にね着替えとか替えの靴とか置いてるんですけども、今日ね子牛市場のあとね、ちょっとこの天気いいなとか思って急いで来ちゃった。何にも用意してないっていうね、下半身でびっしゃびしゃのままね帰ります。そして、今回の漁獲、はい、大きいマガモ、よかった。半夜でね、基地に隠れちゃって、どうなるかなと思ったんですけども、回収できてよかった本当に。今回ね、この、区域っていうのは、鉛弾禁止区域になってますんで、自分のあのスチールの赤いやつの弾で、撃ちました。下手すればあっちのもスムーズに弾出てくかもしれねえな、滑って。あ、なんか寒いんで帰りましょう。捕獲なんとかできました。回収も無事3つね回収できました。よかった、よかったよかった。ということで帰ります。帰りましょう。